はい。どうもこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ビザラインペイプリペイドカードで最大1 2 0 0ラインポイントがもらえるキャンペーン知っておきたい注意点や、実際のアップルペイの設定、チャージ方法など解説ということで、今回は最近サービスが開始したビザラインペイプリペイドカードについてのキャンペーン情報ですね。このキャンペーンは iPhone や Apple Watch を利用している方であれば、まあ、ぜひですね、参加した方がいいかなと思うキャンペーンとなってますので、早速お伝えしていこうと思います。あとですね、重要な注意点もあるので、ぜひ最後まで 楽しんでいただければなと思いまますそれでは、行ってみましょうということで、今回こちらですね、LINEPay の ApplePay ならダブルクリックしてかざすだけ LINE で誰でもすぐに始められるということで、まあ、少し前の動画でも紹介したことがあるんですけども、VisaLINEPay プリペイドカードというサービスがつい最近始まりました。で、そのサービスが開始されたという記念もあるのかわかんないんですけども、まあ、今ならお得キャンペーン実施中ということで、最大 1200LINE ポイントがもらえるキャンペーンというのがスタートしました。 今回のキャンペーン大きく2つあるんですけども、条件がめちゃくちゃ簡単です。まず1つ目なんですけども、丸一期間中に初めて Apple Pay を設定すると、LINE ポイントが200ポイントもらえると。そしてさらに期間中合計2000円以上 Apple Pay でお支払いをすると、なんと LINE ポイントが1000ポイントもらえるんですよね。なので、このトータル1200ポイントもらえるので、実質60%還元にちょっと近いかなという風になります。で、キャンペーンのちょっと詳細なんですけども、 まずキャンペーンの期間は2021年の1月6日水曜日。まあ、本日動画を上げている日からですね。2021年の1月15日金曜日23時59分までとなっております。結構短いですね。で、条件や特典なんですけども、まあ、先ほどお伝えしたように、まず一つ目は期間中に初めて Apple Pay を設定すると、LINE ポイント200ポイントがもらえると。で、さらに、丸1で設定した Apple Pay で、 期間中合計2000以上お支払いすると、そこから LINE ポイントが1000ポイントもらえるということになっております。めっちゃ簡単ですね。で、ポイントが申請される時期なんですけども、2021年の3月22日月曜日から3月の31日水曜日までの期間となってますんで、まあ、ここからまだ約2ヶ月ぐらい先なので、まあ、忘れた頃に付与されるかなっていう感じですね。で、注意事項なんですけども、まず条件1に関しては、Visa LINE リペイドカードバーチャルカードの設定のみが対象となります。 なので今出てるような l i n e p a y プリペイドカードですね。まあ、結構前ぐらいからある JCB のプリペイドカードなんですけども、これに関してはキャンペーンの対象外となってますんで気をつけてください。で続きまして v i s a l i n e p a y クレジットカードでの設定はキャンペーンの対象外となりますんで、基本的にはこの v i s a l i n e p a y プリペイドカードでの決済が対象と。そしてそれに合わせて ApplePay の支払いのみが対象ということですね。 ちなみに Apple Pay であれば、モバイル Suica にチャージすることができたりもするんですけども、この Visa Line Pay プリペイドカードに関しては、モバイル Suica にチャージすることはできませんので、気をつけてください。で、早速ですね、まずここ、丸一番の設定方法なんですけども、まず200ポイントのもらい方なんですが、めっちゃ簡単です。まず LINE のアプリを開いていただきましたら、右下のウォレットというところを開いていただくと、今出てるような画面に切り替わります。 で、そこからこのアップルペイを設定するという項目があるので、ここをタップしてください。そうすると、LINE ペイでタッチ決済というようなちょっと説明書きが出てくるんで、ここの始めるというところをタッチします。そうすると、アップルペイにカードを追加、お持ちのカードを iPhone また Apple Watch に追加できますということで、僕は Apple Watch と iPhone 持ってるんですけども、まあ、今回はね、iPhone に追加したいと思いますんで、ここをタップします。 で、次にカードを追加する画面が出てきますんで、ここの右上の次へというところをタップしていただくと、利用規約の画面に切り替わります。で、ここで右下の同意するをタップして、そうすると ID の画面が出てきますんで、ここで完了をタップします。で、そしたら次にウォレットでメインカードに設定しますかというところが出てくるんで、まあ今回のキャンペーンだけ使いたいという方だけに関してはメインカードで設定してもいいと思いますし、まあ、随時ね、設定切り替えたい方に関しては、今はしないというところをタッチしていただいても問題ないです。 で、これで Apple Pay への設定が完了しましたということですので、めっちゃ簡単ですね。なので、ここの画面までね、進むことができれば、これで Visa Line Pay プリペイドカードが使える状態となります。 ラインポイント200ポイントゲートということですので、めっちゃ簡単ですので、ぜひですね、あの iPhone であったりとかアプローチ使っている方はサクッと設定してみてください。で、続きまして、丸2番の方ですね、期間中合計2000以上アップルペイで支払いしてラインポイント1000ポイントがもらえるということなんですけども、まず利用する前にですね、必ずチャージが必須となります。チャージ方法結構豊富で、銀行口座と紐付けてあったりとか、セブン銀行 ATM、ラインペイカード、ファミポート、QR コード、バーコード、東急線、検 こういったところでチャージすることができます。しかも手数料無料なんでね。 結構そこから辺が良かったりしますね。で、今回ですね、決済するときにポイントとなるのは、ここの ID のマークが使えるところというところがポイントとなります。まあ、よくね、決済するときにタントンみたいな感じでね、決済する音が特徴的なんですけども、ここが使えるところであれば大丈夫です。で、これ公式ページに載ってたお店なんですけども、ID が使えるお店の一例ということで、例えばガスト、スキア、マクドナルド、吉野家、デイリー、ヤマザキ、ファミリーマート、ローソン、ウェルシアとか、あとセブンイレブンとかでも使えたりします。 で、お店の時の決済方法なんですけども、お会計時に ID 決済でお願いします。まあ、ID とかでも全然伝わるんですけども、僕はいつも ID 決済でお願いしますというふうに伝えれば、あ、ID ですね、みたいな感じで携帯をかざして、それで決済が完了となります。まあ、たまはにですね、コメントでもいただくんですけども、あの、楽天の AD と間違えられることもあったりするんで、ID 決済でお願いしますというふうに伝えれば大丈夫です。 で、ちなみになんですけども、ID 決済って他にもどういったところで使えるのかっていうことなんですが、これですね、ID の公式ページなんですが、普通に ID 決済とかで検索すれば一発で出てきます。一応概要欄にリンク貼っておきます。で、ここにですね、使えるお店を探すというところがあるんですが、そしたらですね、ずらーっとこう使えるお店が確認できるようになります。しかもマップとかでも確認できたりするんで、意外とね、住んでる近くに ID がが使えるるお店があったりするかもしれないので、まあ是非ね、そこはご自身でチェックしてみてもいいいいのかなという,ふうに思いますでキャンペーンの解説はここまでなんですけども、ちょっとここからが重要で、まあそういえばなんですけども、まあ僕ですね、まあ僕の動画普段からまあ見てくださってる方であればわかると思うんですけども、こちらの動画で、あの、ビザラインペイクレジットカードとビザラインペイプリペイドカードをちょっとした比較じゃないですけども、そういった動画をアップしておりました。 で、その時にですね、一度アップルペに設定してるわと思ってですね、そこが今回僕はこのキャンペーンのネックのとこだったんですよね。おそらく、まあ、まだ設定してない方が多いのかなと思うんですが、僕の動画を見てくださったタイミングで同じように設定された方は、ちょっと見ていただきたいとこではあるんですけども、 で、今回やっぱ引っかかるところはここなんですけども、ここ、期間中に初めてというところなんですよね。期間中に初めてということで、僕は動画上げたタイミングはもう何日か前、何週間か前かはもう覚えてないんですけども、今回のこの期間とは全然あの、合ってないんですよね。キャンペーン本日から始まったので。で、早速ですね、僕ゆずひこラインペイ様に問い合わせをしてみました。 で、送った内容一部だけ抜粋してるんですけども、もうご覧の通りとなっております。今回実施されるキャンペーンについてということで、すでにキャンペーン前にビザラインペイプリペイドカードを ApplePay に登録していますが、キャンペーンのポイントの付与はされますかもしくは、一度 ApplePay の設定を解除して、再度設定し直してもキャンペーンの対象になりますかよろしくお願いします。ということで、結構バタバタ急いでたので、めちゃくちゃ簡単な文章しか送ってないんですけども、結構早かったです。お返事が LinePay 様から返ってきました。気になる内容を読んでみましょう。 LINE 及び関連サービスをご利用いただきありがとうございます。とんでもないです。LINE カスタマーサポートです。この度はキャンペーンにご興味をお持ちいただきありがとうございます。お世話になっております。Apple Pay リリースキャンペーンは期間中に初めて Visa LINE Pay プリペイドカードを Apple Pay に設定する方を対象としております。申し訳ありませんが、すでに Apple Pay に登録済みの方が設定を解除後に再登録しても、キャンペーンの対象外となります。え そうなんですよ。まさかの対象外でございました。いや、ほんとね、ちょっとここ僕もびっくりして、まあ、すでにね、もう登録してるから、まあ、おそらく対象外だろうなというふうに思ってたんですけども、案の定対象外でございました。で、もう一つ見ていただきたいとこなんですけども、ここですね、以下条件2のキャンペーンも対象外ですと出ております。嫌な予感がします。 ここですね。条件の2のところはここです。1で設定した Apple Pay で期間中合計2000以上をおしゃれするとさらにラインポイント1000ポイントをプレゼントというところが条件の2のところなんですが、まさかのね、すでに設定されている方に関しては、 この2000以上使っても1000ポイントがもらえるっていうキャンペーン自体もなんと対象外となります。いやもうこれまさかねちょっと仕事帰りバタバタちょっとメールを見てたんですけども、もうちょっと間違って携帯落としそうになりましたね、ほんと。まあもちろんね、僕が早々と設定したっていうところが問題なとこではあったんですけども、ちょっとここ柔軟を聞かせて、まあ設定解除しても対象になるっていうふうになってくれればね、まあ、ちょっとテンション上がったとこではあるんですが、 まさかのね、対象外という風に言われたので、まあ、ここはもうしぶしぶね、我慢しようかなという風に思っております。なので、ぜひですね、まだ設定されてない方に関しては、このタイミングで設定をして、もうサクッと、この条件2つをクリアすることを僕はお勧めします。まあ、そんなこんなで今回はね、ビザラインペイプリペイドカードがリリースされ、それで、まあ、最大1200ポイントがもがらえるキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、本当はね、この動画をアップするタイミングで問い合わせ また数日後に返信が来るんかなと思ったら結構早々とお返事をいただいたのでまあ、お返事自体はねまさかの内容だったんですけどもまあ、結構早々と対応してくれたのでもしねすでに設定されてる方がいらっしゃいましたら僕の今回のこのメールを参考にしていただければと思いますでもしくはちょっとご自身で気になる方はいらっしゃいましたら一度ご自身でまた問い合わせてみることも僕はそちらもお勧めします まあその方がね、まあ、一つの安心につながるのかなというふうに思いますので。で、今回お伝えしたこの LINE ポイント、1200ポイントがもらえるキャンペーンと、あと ID 決済の公式のページもですね、下の概要欄に貼ってますんで、まあどこで使えるのかなとか、詳細気になるなという方はぜひですね、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。